おはようございます。今日はね、1月31日朝6時20分ですね。まだ、夜は明けておりませんけれども、東の空が白み始めております。ちょうどね、朝食、私のためにペルレで準備されておるということで電気がついております。朝食の模様はね、この後また動画に、なると思います。一晩こちらのグランピングテントでね、過ごしましたけれども、やっぱり寒かったですね。まあ電気毛布がありますのでね、眠れないということはなかったんですが、昨晩かなり風が強くてですね、テントの上がバタ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 しておりまして、結局それでですね、目が覚めてしまうということでございます。午前1時のグランピングでございます。グランピングテント、月は見えるんですけれども、星空は見えるんでしょうかね。多分映ってないですね。オリオン座がそこに見えるんですけどもね、肉眼では。真っ暗ですね。はい、というわけで相当寒いんですけどもね、ちょっと今風が止んでおりますので、それでも大丈夫。まあおそらく氷点下行くか行かないかという状況だと思われます。で、このテントの奥ですね、宮古田川が流れておりますが、まあ川面はちょっとね、これ見えないと思いますけれども、こういう感じでね、上流から下流に向かって川のせせらぎ聞こえるんですかね、ちょっと分かりませんけれどもね。はい、それでまあ夜こう泊まってみてですね、結構動物の鳴き声もするなと。あと天浜線の宮古田川鉄橋を渡るところ、それから、まあ今も聞こえておりますが、新東名の車の音がすごい聞こえるなということがよく分かりました。さあ、それじゃあね、この後、朝食の方の動画に移りたいと思います。はい、というわけでね、時間は過ぎ去りまして7時20分、朝7時20分、ペルレの前に来ております。こちらでね、朝食のバイキングを食べたいと思います。じゃあ入ってみましょう。それではね、とりあえず、どういうメニューがあるかっていうのをご案内していきたいと思います。まあこちらで、皿を取りまして、サラダですね。あ、こちらにはね、まあ和食系、まあ海藻とかそういったものもあります。で、フルーツ系ですね。リンゴ、園内産ってなってますね。これも園内産みかんとなっております。メロンですね。はい、でパンのコーナーがありまして、バゲットですね。これもなかなか良さげですよね。園内産のいちごのジャムということですね。ここはスルーとなりまして、ご飯で
ですね。で、お漬物系で味噌汁ということです。じゃあ、逆サイド回りましょうか。こちらにはドリンクバーがありますね。で、あったかいもの系ですが、ポテト、コロッケとか唐揚げとか、これあれですね、ごま団子ですね。で、ウインナーとスクランブルエッグ、レンコンの梅肉和えと昆布煮ですか。で、切り干しがありまして、アサリと菜の花、これもなかなか美味しそうですね。で、椎茸の旨煮がありまして、ひじき煮ということでございます。じゃあちょっとこちらから取っていってみましょう。はい、というわけでございまして、まあ取れるものは全部取ってきたという感じですね。カレーもね、あったんですよ。これも食べましょうと。味噌汁も具沢山でしたね。で、パン類と、あと園内産のいちごジャムもありました。じゃあ、いただきます。この動画はこれで終了させていただきます。どうもご視聴ありがとうございました。